そんな顔するな、ミチル。僕はお前に大事なことを教えてもらったんだ。大事なこと？プロトタイプも、こんな最後は望んでなかったってことだよ。だから、あいつは僕の心を手に入れようとした。僕の自我は奇跡的に生まれたけど、本来あいつの中に生まれていてもおかしくなかったはずだからね。だから、助けたいと思ったのですか？うん。僕の心は、僕だけのものじゃない。あいつを救うことが、僕の生まれてきた使命なんだ。勝手なこと言わないで！残された私たちはどうなるのよ！ルミナらしくないよね。合理的な考え方じゃないと思う。確かにそうだな。こんなことは AI の考えることじゃない。お前たちのせいで僕の人工知能は冷静さを失ったようだ。だけど、人間らしいと思う。私はどんな人よりも人間らしいから、ルミナのことが大好きなんだ。ハヤテ、私は師匠とやりたいことがまだまだたくさんあるのだ。いっぱい楽しいことをして、一緒に泣いたり笑ったり、初めてできた親友を失いたくないのですぞ。ありがとう、ミチル。僕も同じ気持ちだよ。もし僕が帰らなくても、お前らしく元気でいてくれ。どんな時も宇宙一楽しむ心を忘れるなよ。そんなの無理なのだ。もう時間がない。お別れだ、みんな。楽しい時間をありがとう。ユニコードは永遠だ。ルミナ、ブシロードゲームズ。